北国新聞ニュースをお伝えします。石川県内では、レギュラーガソリンの平均小売価格が1リットルあたり173円台と、先週よりも1円ほど上がり、高値が続いています。経済産業省の発表によりますと、今月14日時点のガソリン価格は、石川は先週より1円実0高い173円60銭に上がり、 2008年9月以来の高値水準が続いています全国平均は175円20銭で10週連続の値上がりでした価格調査を行っている石油情報センターはウクライナ情勢の緊迫化で原油が高騰し小売価格に転嫁されたものとみています経済産業省は価格の急騰を抑制するため今日から 石油元売り会社に支払う補助金額を上限の1リットルあたり25円ちょうどにすることを昨日発表しました石油情報センターはこの補助金の効果を見込んで来週はガソリン価格が値下がりすると予想しています大相撲春場所4日目の昨日石川県出身の関取三人衆は 輝きと遠藤が白星を挙げました。三人衆のうち、東前頭17枚目の輝きは、東前頭16枚目の西木木を力強く寄り切りました。取り組み後輝きは、前傾して攻めることができている。このまま平常心で集中してやっていくと、晴れやかな表情を見せました。西前頭4枚目の遠藤は、 対戦相手だった西前頭5枚目の石浦が急上し、不戦勝になりました。遠藤、輝とも4日目を終え、3勝1敗です。一方、西十両11枚目の遠方は、西十両13枚目の島津海に攻め込まれ、土俵際で粘ったものの小手投げで敗れ、初日からの連勝が3で止まりました。遠方は取り組み後、 右前回しをつかんでからの攻めが遅かったことを反省し今日は勝っておかないとと悔しがりました今日5日目の対戦相手は遠藤が東前頭2枚目の一ノ城輝きが東前頭14枚目の豊山炎鵬は西十両9枚目の武将山です。 ヤクルトの奥川泰信投手が今シーズン初登板する試合は、本拠地神宮球場での初戦になる。今月二十九日の巨人戦に決まりました。ヤクルトの高津臣吾監督は昨日、オープン戦の後に初登板の日程を明らかにしました。それによりますと、奥川投手が初登板するのは。今月二十九日午後六時に始まる巨人との試合で。 ヤクルトにとっては、本拠地、神宮球場の今シーズンの開幕戦になります。奥川投手は昨シーズンに、チーム最多タイの九勝を挙げ。今シーズンは、オープン戦に、二度登板して。先月二十七日の阪神戦で、三回一失点。今月六日の中日戦で、四回一失点の成績でした。入団三年目になる今年、奥川投手は。 中6日のローテーションで先発に入る予定です現代美術展は今年から最高賞の名前が美術文化大賞県芸,芸術文化協会会長賞に変わることになりました賞の名称変更は現代美術展移植のもの美術文化大賞とそれに次ぐ美術文化準大賞の2つで昨日開かれた 一般財団法人石川県美術文化協会の理事会で決まりましたこれによって今年の現代美術展から美術文化大賞が美術文化大賞県芸,芸術文化協会会長賞に美術文化準大賞は美術文化準大賞県芸,芸術文化協会会長賞に変わりますなお一般の部の最も優れた作品二点に贈られるのは 最優秀賞賞美術文化協会会長賞ででこれままと変わりません78回目になる今年の現代美術展は来月1日から18日まで開かれ入選作品の展示は洋画工芸写真が県立美術館日本画彫刻書は金沢21世紀美術館で行われます。 金沢市中央消防署は昨日、住宅火災を想定した訓練を行い、署員の連携を確認しました。この部隊運用訓練には、金沢市中央消防署の指揮や消防、救助、救急の合わせて四つの隊から。二十五人の署員が参加しました。訓練は木造二階建ての住宅から出火して、近くの家に燃え移り。 けが人や意識不明者が出ているという想定で進められました参加した署員たちは二階に取り残された人の救助や隣への炎症を防ぐための放水それにけが人を搬送する際の優先順位を判断するトリアージの手順を確認しました加賀高校の一年生が昨日企業探求発表会を開き 地元の洋服店や飲食店などで調査した成果を披露しました加賀高校の1年生51人は12のグループに分かれイー、e、スポーツカフェや運送業、農業などの地元企業で仕事の内容や魅力、やりがいなどについて聞き取り調査を進めてきました発表会は去年に続き2回目で 洋服店を取り上げたグループの生徒は調査を踏まえてなりたい職業に就けるように資格を取りたいと抱負を語りました。